東京・品川区の昭和大学病院に入院中の新型コロナ患者の半数が変異型で、そのほとんどが由来不明だったことが病院独自の調査で分かりました。実際やってみたら半数近く陽性だったということはびっくりしましたね。また新たに入院された患者さんがもうほぼ 100% 変異株陽性だったんですね。ですから市中感染として非常に広がってるんじゃないのかなという。昭和大学病院が入院中の新型コロナ患者13人を独自に調べたところ、6人が変異型で、1人はイギリス型、残り5人は由来不明の変異型だったということです。この変異型はウイルスの表面にある突起部分の一部が変化したもので、E484K 変異と呼ばれ、都内の他の病院でも確認されています。厚労省は免疫やワクチンの効果を低下させる可能性を指摘しています。きちんと検査をしていかないとですね、変異型なのか、あるいは例えば従来型なのかということがわからない。この方たちが、じゃあ重症化していく、そういう患者さんたちなのか、あるいは感染しやすい可能性があるのかということに関しては、今後検討していく必要性があるかな。